今日は赤飯を炊こうと思います。準備するものはもち米が1カップで、普通のお米が2カップ それと、去年取れたささぎですけども、これが2分の1カップ。そして、フライパンで、から煎りをして、殻をむいて、から中の甘皮も取った、下処理をした銀なんですけども、これも余ったので、これも使っていこうと思います。まず、もち米とお米は一緒にしてきれいに洗って、ざるにあげておきます。そしてその間に、ささげを先に、茹でようと思います。ささげの2分の1はお湯に入れて、最初に鍋で、沸かして、煮立ってきたら、この煮汁を一度捨てます。この煮汁は、最初の煮汁は捨てます。で、2度目はポットでいこうと思います。湯沸かしポット、豆専用にしてるんですけども、この湯沸かしポットの中に一旦煮えたものを入れて、これにおいあの水を注いで、沸騰させます。湯沸かしポットで、沸騰させます。お湯が沸騰して保温になりましたので、これを打ち上げます。で、これで、だいたい、柔らかくなってます。この柔らかくなったのと、この汁を一緒に煮ます。で、ちょっと粗熱が取れるのを待ちます。粗熱が取れましたら、炊飯器の中に入れていきます。で、30分から1時間ほど洗ってざるにあげておいたもち米と、お米、普通のうるち米ですね、お米を入れて、で、2回目に湯がいた汁を、茹で汁を普通の炊くところまで入れていきます。だいたい3合ぐらいまで、足りなかったらお水を足します。そして、その中に、茹でたささげを上に入れて、混ぜ込まないように上に並べます。で、その中に今日は銀杏も入れていこうと思います。銀杏を1カップ分ぐらい入れました。で、これで炊飯にかけて、出来上がりを待ちます。ご飯が炊き上がりました。で、これを混ぜていきます。銀杏入りの赤飯の出来上がりです。